島の巻き髪友達褒めてくれたの。え、そう、褒めてくれたんですよ。っていうか、なんなら配信でしてたみたいなこと言ってくれて、なぜそこまで知ってるのって言って、そう、でも最初触覚がまあこれぐらいの量があったんですよ。でもちょっと恥ずかしくなってきちゃって、家に帰る頃にはこれぐらいに減らしました。ちょっと私にはまだ早かったみたいです。私は学校にはただの一本結びで行きます。でも今の1年生とか結構ちゃんと可愛くアレンジしてるんですよ。毎日結構違う髪型でちゃんと可愛くしてきてて、女子力さすがですよ。仮の姿で言うて投稿するんだ。そう考えればいいのか。学校だけでもアレンジできないの？学校？学校は、ん？学校のアレンジ、髪の毛のアレンジは OK だけど、そうです、OK ではあるんだけど、なんかね、やっぱり。あ、でも体育祭とかの時は何したっけ？1年生の時はなんかしたな。ツインテールになんかし、なんだっけな、紐でなんか、え、なんだっけ、何したっけ、なんかやりましたね。2年生何したっけ。2年生ただの、あ、いや、ん、2年生なんかしたかも。なんだっけな、強制ついて、今年どうしよっかな。足早そう、遅くはないかもとか言っておきたい。まあ一応ね、クラスの中では一番とかかな。でも陸上の本当に速い人ってめっちゃ速いから、だんだん自信をなくしてきますよね。こう、あの、そう、記録が明確に出る。逃げ足めっちゃ速いです。待って、どういうことですか？確かに速いですね。早急に帰ります。あと学校から帰る時の足めっちゃ速い。あの何時まで出ちゃダメですよっていうのがあるんですけど、まあ、例えば何だ、何時、分かんない、12時になるまで
教室出ちゃダメよって言われたら、もう12時1秒とかになったら、ありがとうございましたって言って、いいねって、足も速くなりますの。いやそうですよね、もうテキパキ帰る準備して家帰って何かするっていう感じです。帰宅部長でも最近そう、なんかちょっと家にテキパキ帰らなきゃみたいな時もあったら、そりゃ早いですね。一応陸上部ですよ帰宅部一応ね、一応ですけど、はい、そう、昨日1年生の子が花ちゃんへの褒めて褒めての連絡も早い。そうですね、連絡するときはまあします。昨日1年生の子がおでこ出してる子がいて、普段してない、普段前髪ある子なんですけど、こうなんていうんだっけ、昨日全然そんなに知らない子なんですけど、知らない子、いや知ってるけどめっちゃ仲いいわけじゃないけど、後輩、100キロ星ありがとうございます。後輩ちゃんじゃないな、1年生の子が、あのおでこを出してたんですよ。それが可愛くて、普段出してなかったけど出してる子がおでこ出してるとなんかちょっと新鮮な感じがしていいですよね。テンってきて、そうドキッとする、かわいい。いやでもその子の顔がもう綺麗だから、まあドキッとしちゃうよねっていう感じ。おはようございます。おでこ出してる子かわいい、そうかわいいですよね。でも私がおでこ出すと、あれたかし髪の毛前髪割れてるよって言われた。あ、分けてんだよとか言って、もう割れてる率も高いけどね。でもね、こう優しい、お優しいです。ティリン、ノンポゴシップスしっぽよ、などよ、などよ。韓国語最近喋ってないからちょっと忘れかけてきてるかも。ゆうたも普段おでこ隠してたら、だとしたら、わあたかしおでこ出してんのもいいねって言ってくれる。えでも私結構前髪ありますけどね、最近は結構あるんですよ。ちゃんとあの癖、前髪の癖がつくと、あのこう普通にした時もここにパカーンってなっちゃうから、ちゃんと前髪だけはちゃんとしてるつもりでは一応ある。前髪だけは速攻でドライヤーで乾かす、後ろの髪は後でやる、だって時間がかかるから。ひたがポニーテールしたらドキッとするかも。長さがまだ短い。ポニーテールいいですよね。ポニーテールのいい、いや私が小学校の頃にしてた結び方、ポニーテールの結び方はまだ櫛で綺麗にこうやってこうやって櫛でもとかって櫛でこうやってはいはいとかやるの知らないから、こうやってもう頭全力で逆さまにしてこうやって
あーダメだ、あのベッドの上に寝転んで頭だけ出してそこで髪の毛をグワッて上げて結ぶっていうやり方してました。逆に普段出しておいてたまに前髪で隠した方がいいかな。ああ、じゃあこう今分けちゃうどうなんですか最近。私前髪あるから、前髪ない時もあったんですよ多分。いつだっけな、ちょっと前か、小5、6とか。ポニーテールで頭痛になることってない？私あのただ平日に私が自分でやるぐらいじゃならないけど、あのまあ、やっぱり公演とかの時の髪の毛は崩れない、しっかりギュッてやるから痛そうですよね。私はしてないけど、うん、あんまりない。うん、でも私も公演の時なの、こここうやってるんですけど、たまにここが痛くなるからこうやって終わった時はもう外して一本結びにして。土曜日の U ターンプロデュースのじゅっちゃんのメイク可愛かった。えそんなに言ってくださってるんですか。私あでもアイラインほとんどじゅっちゃんが自分でやったけど、アイラインだけあのじゅっちゃんいつも跳ねさせてるっぽかったから、跳ね上げるのと下げるのどっちがいいって聞かれたから下げるのって言ったら下げてました。可愛かった、可愛かった。なんかちょっとメイク変えるとなんか気持ちも上がりますよね、普段と違うみたいな。ハーフアップかな。私って何の髪型が似合うんだろう。なんかさっきの壁シャート他だとしたら、うーん、何がいいかな、何の髪型が似合うのかな。アンナピーヤのポニーテ攻撃はまだ続いてますね。でも最近食らってないかも、悲しい。そのままが一番。これストレートに下ろすってこと。確かに姫子さんは、ね、待って おっとハーフツインか。配信で褒められてて、たかしに言われたままのメイクしたよって言ってる。そんなに言う、あでもさりげなく結構私二択で聞いてたかもしれない。あいつもそんなした。あでも結構じゅちゃん聞いてくるかも、どっちがいいみたいな。アイライナー貸してお気に入りみたい。いやの何よりですよ。カメツインかな。そうですよ、毛量多いとウルハラ母になっちゃう。ハーフか、ハーフツインね。トリプルツインとか、えここ、あん1123ってこと。新しい、難しい。またどうやってるんだっけ、どうなってるんだ、こうなってるのか。
野さんみたいなショートも似合いそうだけど、やってみたい。日野さんめっちゃ可愛い。原ちゃんこの間お団子ツインしてた。お団子ツイン、お団子ツインってあのこれ、ここを三つ編みとかにして、これをこういうことですか。あ、違う、こういうことじゃなくて、こういうこと、これかな。体育さんの時よくやるよね。かわいい、それ。あと、なんだっけ、原ちゃんがこの前、あのなんだっけ、セーラームーンヘアだっけを配信でしてたの見せてくれて、あれ可愛かった。なんかただのツインテールじゃなくて、なんだっけ、なんだっけ、なんかちょっと凝ってるツインテールなんですよ。あれ可愛かった。和風の髪型に言ってみる。おいでやすみたいな。和風のってどういうことなんだろう。こういう感じ。あら、おかえりなさいみたいな。三つ編みできますよ。三つ編みはでき、人になら編み込みもできます。自分だとちょっとあんま綺麗にいかないけど。普通にポニテに合ってる。ポニテしてみたいな。細い三つ編みやっぱ、おお、ダンサーみたいな。そう、なんか何にしようかな。でもいろんな髪型まだ試したことがないなんかさ、時代劇の昭和の娘役みたいじゃないですか。私東京に行く、東京に行くんだ。でっけえ建物いっぱい見てんだ。おら、この場所も大好きだけどと東京に行って新しいものいっぱい見てんだ。あの空手少女とか、あー、かわいいかも。なんて読むんだろう。春か、そういう役がやったことあるかな。あ、でもあの劇団の時になんか昭和時代の劇したんですけど、あのそのなんかあるんですよ、セリフの中に。まあなんか その時代が社会のあの教科書に出てくると、おおって思って、あ、これセリフ出てきたなみたいな、ちょっと嬉しいですね。あ、なこれみたいな。笹井さんヘア、笹井さんヘアの上ってどうなってるんですか。なんか笹井さんたまに髪の毛下ろしてるから、どうなってるんだろう。こういう感じ。あ、ちょっとぽいんじゃない。あ、あとギャルみたいな髪型もしてみたい。あのふわふわの平成ギャルみたいな。そう、一回でいいから、なんか
もの、なんかギャルメイク。ゆたんポニテ一応頼む。おーポニテしたい。ちょっとポニテ高め、最近高めのポニテちょっと結びますね。いいですね。早く生ユタみたいなのがなかなか行く日が、ああですよね。29、30まだ発表されてない。私も死にたい。いつだろう、私出れるのかな。出たい、出たすぎるんだけど、出たいです。ちょっと祈ってください。出たい。暑くなるしいいんじゃない、ポニテ。確かに首の後ろは涼しいかも。あ、ありがとうございます。ラブレターかな。30日希望。私も30日出たい。わしもさ出たい。早く会いたいです。私もっす。今週会ってない。今週ってか先週っていうか今週か。私はいつ出れるんだろう。あ、土曜日推しのしゃべりか、楽しみ。頭を少し前かがみにして、その頭の横に髪の毛全部持ってくると大人な感じになる。髪の毛全部持ってくると、こういうこと？ボン。ユタに会って両席祈願してほしい。え、したいです。両席祈願。おああ、髪をかき上げる。ユタに会わないと両席にならないんで。え、本当に？素だとしたら私すごい運が強すぎるかも。 TIF には来れない。え、どうなんだろう。分からない。先輩方なのかな。もう少してね。はは。両席がなんか本格的なんだよね。いや、結構ちゃんとこう心を込めて両席がなんですよ。いや、そう思ったんですけど、両席祈願今前座で一曲だけだから、ああ今日はちょっと下手よりしか行かないかなみたいな時ってあるけど、なんかもし何だろう、公演とか前座が2曲とか3曲とか なんだろう5曲とか、5曲はさすがに多いかとかになったら、もう多分どこも行くから、あのそうなったらどこでも見えますよねって思った。今だと、あ、今日ユタの多分下手側のポジだなとかあるけど、日曜日の夜の前座いっぱいです、ありがとう。いや、こちらこそ。私がよかったのかな。私顔認証うまくいかないとまた仲間にいじられるかな。そう、仲良さそうですごく微笑ましかった。
ね、どうしたらいいんだろうか。ね、私も結構コツをこう掴んできたはずの。公演デビュー決まったら全力両席祈願解禁ですね。願望として客席の通路にも来てほしい。客席の通路？歩くってことかな？ステージ降りてっていうこと？ん？客席の通路？ん？か、そこ？あの、サイドっていうか、客席の通路って席と席の間とかってことですか？花道？あ、ステージ降りて、あー、そういうことか。客席にダイブしてもいい。うわ、ちょっと不安。なんか椅子にゴワっていきそう。支えてくださるなら行くかもしれないんですけど。練り歩きか。おー、楽しそう。コンサートとかならできるかな。客席見れる夜結構できたように見えた。え、だとしたら嬉しいです。見れてるかな。初めてのポジションだとちょっと緊張しちゃうんですけど、何回もやったことあるポジションなら、ここでここ今振り付けないから客席見れるなみたいなポイントは見え、分かっ、だんだん分かってくるちゃくるから、そういう面ではいい。立ち見席までだいぶすごい、すんごい飛ぶな、もう走りやばい。最近寝不足で頭回ってないからコメント、いやいやいや、ゆっくりお休みしてください。子守歌とかいりますか。全然全力で大丈夫。ゆっくり、去年のサマコンで昇格発表があった時、目の前の通路でナナミンがゆうはちゃんにハグしてたのが感動した。いいですね、それはいいですね。オーディションたくさん覚えてると本型があったりしない、まあ、1曲だけだから出る前に、あ、こことこことここね、 OK って感じで確認すれば大丈夫ですね。でも復習なしに、はい出てって言われたら、あれってなっちゃうかもしれない。1曲だけだったらまあまあ大丈夫か。でも先輩方めっちゃ大変ですよね。何曲も、何曲、20ちょい、めっちゃ大変、すごい。思い出いっぱい公演でアンダーできるなら何のユニットしたいですか。わちゃごなはしたいです、ずっと。あ、50分ありがとうございます。あとめっちゃ欲を言えば後でがやりたい。後では一回なんだろう、ちょっと やりたい やれるかわからないけど、可愛いじゃないですか。一回は来てみたいです。あの人だんだらだんだらだんねえ、だから今すると全部終わったら他のこともなんかしよう、ちゃんと約束する。そう、覚えなくていい振りばっか覚えちゃう。他の曲覚えなきゃなのに。ゆたまきカンバークに会えそう。えっ、ソーポン I'm together チチチチ I ペアイと誰としてみたい。あーん、あなさんですかね。泣きべそ、泣きべそやりたい。山があっても乗り越えて、川や海に渡って、深い森さえ躊躇せずに方向を変えないまま。何色の衣装着たい。後では、あの大塚さんが着てらっしゃる水色っぽい
エメラルドっぽい色かピンク。でも水色っぽいの着たいかな。間違いなくなる。音。あ、そう。そうです。覚えないと本当にまずい。まずいですよ。自分のペースとか言ってる場合じゃない。はあ。嫌いなかもしれない。てててててだけど、あ、待って。だめだ。チクチュンチュルチュルチュ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 うわ、大塚さんと後でしたら私しちゃうかも。いやー、あ、ちょっと待って、あ、段順見させていただきます。いきます。13位まみさん、ありがとうございます。12位よしさん、ありがとうございます。11位 RC さん、ありがとうございます。10位なほこちゃん、ありがとうございます。9位ケータンのカレーさん、ありがとうございます。8位ともじいしゃりじょうちゅんさん、ありがとうございます。7位なっち0617さん、ありがとうございます。6位あべぶぽきさん、ありがとうございます。5位フレッシュみおりんさん、ありがとうございます。4位キャラちゃんさん、ありがとうございます。3位でけ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 じゃん金沢さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ジャカジャカできた。2位ジャカ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 ジャン、おじゃさん、ありがとうございます。1位はジャカ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 ジャン、みーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。キャンディー嫌いなのかもしれない、何も言わないっていう。あー思いつかない、何だろう、何がいいかな。マジスカロクロ、マジスカロクロ、わかんない難しいけど好き。飛びたかしりとりよ、あいいかも。すごいパッと出てくるの天才。はい、じゃあ今日も行ってきます。ありがとうございました。バイバイ。